皆さんこんにちは。こんにちは。モーターステーション TV プロレーサー、そしてテストドライバーの丸山博史です。はい、 MSTV チャレンジ女子アナ2期生の小鳥ちゃんこと高梨レイラです。はい、はい、MSTV チャレンジ女子アナ4期生のきょんちゃんこと峰京香です。はい、風強いですね。風強い、あの横殴りの風が。そうですね、今日はジャイアというですね、はい、輸入車試乗会に来て、はい、まずこの乗るのがね、フォルクスワーゲンのティグワン。ティグワン、はい、かわいい名前ですね。ティグワン、そうですね、 TDI フォーメーションR ラインそうだね、はい、多分グレードの感じだと思うんだけど、はい、まず TDI、ディーゼルエンジンの車と、はい、うん、そして R ラインは多分ですね、ホイールの大きさがまた違ってね、うん、幅とかもちょっと変わってくると思うんだけど、うん、まあ、ちょっとグレードの高いバージョンに乗っておりますが、はい、しかし価格帯はこの SUV、 価格帯は、544万9000円、まあ、550万ぐらいの価格帯となって、ね、はい、フォルクスワーゲンの中では、うん、まあ、それなりにね、ある程度の金額、うんうん、もっと安いものももちろんあるんですが、うん、SUV の中で、550万円台という形で、乗ってみたいと思いますが、はい、外観エクセリア、うん、まずですね、幅が 1.86 ですよね、はい、それなりにあるんだよね、うん、あのね、ちょっと全体をこう見てもらおうかな、 車体全体をこうやってカメラに映してみると、結構カクカクカクっとこの直線のラインとか、あと上のラインとか下のラインとか見ると、なんか意外とこうストレートなラインが多くて、はいはい、多いですね、なんて言うんだろうな、普通 SUV 今時こう丸い感じをするけど、直線が多いですね。そう、このフロントマスクも見て、フロントマスクも意外とここ四角くね、ここくるって丸くなって、ここくるって丸くなるんじゃなくて、意外とカクッとしてますよね、フォルクスワーゲンっぽさあり、なんて言うんだろうな、かっちりとした感じ、はい、ドイツ車っていう感じしますね。ドイツ車なんですね。ドイツ車ですね、フォルクスワーゲン。イタリア車ではないです。イタ車だともうちょっと丸くなってますで、あの確実にこうフォルクスワーゲンのね、かっちりとした雰囲気が出ております、はい、じゃあここはですね、はい、ちょっときょうちゃんにカメラを持っていただいて、はい、中を、外観をまず一周ぐるっと見てみましょうね。はい、はい、ここのね、ここのラインもすごくしっかりエッジがあるじゃん。しっかり角張ってエッジが、そうそうそう、こういうとこ全然丸めないでね、はっきりしたエッジが出てますね。このラインもエッジが出てるんで、ずいぶんストレートのね、うん、直線をこう基調にしたデザインが多いかな。はい、イタリア車じゃやらないんだけどね、うん、ドイツ車がやるとこうなる。後ろに向かってドアもね、はい、ドアも意外とこう真四角にスパッスパッとね、この辺がこうね、こうなったり、はい、大体こここうなるじゃない。はい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 、ならないんで、スパンと落とすっていうところがね、確かにこれでもね、意外と乗りやすいと思うよ、うんうん、なんかデザイン重視というよりは使いやすさ重視、使いやすさ重視いいと思います。でもそれがまたね、はい、あのフォルクスワーゲンのデザインにもなってるね、使いやすさ重視みたいなね。はい、後ろ、はい、後ろ、まあ一応ね、ここね、ちょっとリップスポイラーになってますが、まあこの斜め、うん、斜めもなんかね、45度みたいな、ね、きっちりした45度みたいな、そしてスパッと落とす、ね、はい、形、マフラーの感じ、はい、まあまあこんな感じでしょうかね、はい、じゃあ後ろせっかく来たんで開けてみますか。はい、さあどのぐらいの広さでしょうか。はい、こんな感じ。もう結構入るじゃないですか。そうですね、そこそこありますね、うん、まあもちろんそんなにねすごい大きいというわけではないんですが、うん、海外用のスーツケースはスッと入る。でしかも実はこの下の、そう、我々の機材が、我々の撮影機材がこの中に全て収められます、はい、十分に入ってます。だからこれがなければ高さも十分に取れるというような形ですね。はい、もちろんね、電動のオープナーになっておりますので、さあ後ろリアシートを回って見てみますか。はい、まずね、先ほど言ったね、ドアの開口部、はい、意外と真四角に切れるんでね、はい、この乗り降りのしやすさどうですか。乗りやすいです。乗りやすい。そして私が気になってたのはこれですよ。はい、よいしょ、うん、そこで見てみよう。これです、はい、先ほど話してた
テーブル。テーブルがある。そしてテーブルがあるだけじゃない。はい、ガシャーン。ドリンクホルダー。ガシャンって。いやこれはね便利でしょ。だって机の上にマックのジュースなんて置かないけどね。ガシャーン。でもなんかこう作りがもうちょい。もうちょい高級感欲しいけどね。これはね、本当にあれですね。新幹線についてるような雰囲気ですけどね。あれですね。スカイライナーとかについてる。スカイライナー。はい。でもね、私結構感心したの、リアのシートの質感良くないですか？はい、あ、そうですね。リアのシートの質感。妥協、何リアだからっていう妥協感は特に感じることない。これもね、かっちりとホールド感もあるし、はい、私としてはですね、座り心地も、そして肌触りも良かったかな、うん、はい。ヘッドレストの位置も私は今そう、ヘッドレストね、頭とこの空間、結構空いてます。これね、相当背の高い人が乗っても後ろ余裕で乗れますね。そして足回りも広い、はいはい、意外とですね、足が割とゆとりがありますね。さあ今度は運転席の方に見て撮って回りますかね。はい、そっちから撮ってもらって、はい、中はですね、はい、中はまあモニターがまあ非常に大きくてね、この辺もすっきりとしているだけど直線基調が多いね。シュッ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 みたいなね。エンジンかけてみます。はい、うん、今回はディーゼル、2リッターターボということになりますが、馬力的には150馬力ぐらいかな、はい。そして DSG という、あ、私ねこれ試さなかったんだけど、はい、シフト DSG のねシフトフィーリング、うんうん、早いらしいでしょ、シフトチェンジが。へー、はい、それをねちょっと後で今もう一回やっこの後ね、うんうん、試乗の時にちょっと試してみたいと思います。はい、はい、それでは今回はフォルクスワーゲンのティグワン。はい、大きさはそれほど大きくないですよね。車両の大きさいくつですか？全長が、4.5m、はい、全幅が 1.86、 あ、でも 1.86 あるんだ。全高が 1.675 なので、まあ、全長がそんな長くない分ちょっとコンパクトに見える。そうですね、はい。まあ、乗り込んだ時にもそんなに大きくは見えなかったし、うん、はい、今こうやって前見ても前ほとんどちょうど見えないぐらい、うんうんうん、多分前もねそんなに長くないはずなので、多分相当運転しやすいんじゃないかなと思います。うんうん、今時のメーター周りフル液晶で、ナビも液晶になってますよね。なんかこっちもフル、はい、フルナビになんか確かなるような気がするんだけど ね、はい、フルをするとほら見てこれ、見てオールナビ。一応スピードメーターなんか可愛くついてるけど、ちっちゃくついてるけどこうそのまま移植されたみたいに、もうメーターがナビですねこれね、はい、という多分こうなるだろうなと思いましたけどね、はい、今時ナビを見てる方が多いんじゃないかな。さあエンジンはさあちょっと行ってみます。おお、あ、まあ車重が2トン切ってるからですかね。1730kg となります。ディーゼルエンジンで、はい、排気量は2リッターですよね。はい、2リッターでも一応ターボチャージャー、あ、はい、直列4気筒 DOHC インタークーラー付きのターボです。一応これでね前回フル加速です。うん、何馬力ぐらいだろうか、100、30馬力、140馬力ぐらいか。これ馬力はですね、はい、150。お、150、150はありますね。150馬力の5000から6000回転。排気量2リッターですもんね。2リッターですね。リッターディーゼルでターボチャージャー、うん、もうちょっと出てもいいような気がするけど、馬力は。でも多分ターボチャージャーはですね、はい、燃費とか効率の問題をですね重視して作られていると思うので、かなり燃費がいい車両になっているんじゃないかなと思います。
わけではないんですが、しかし下のレスポンス、はい、非常に軽やかにですね吹き上がってくるので、はい、まあ、スピードをね出すわけでもなければ、うん、まあ、街中とかの小気味や走りはディーゼルとはいえですね、はい、かなり良いのではないかなという雰囲気ですね。何よりも、まあ、運転のしやすさですね。でそれほど、まあ、1.8 メーター横幅超えてますけども、はい、それほどですね大きく見えないですし、うんうん、ミラーサイドギリギリまで詰まってますよね、うん、前の見切りもちょっと今見えないんですが、結構ショートノーズになってると思うので、コンパクト SUV 感覚とはいえ、結構ですね乗りやすい大きさなんじゃないかなと思います、うん、まあ本当に普段のなんだろうな、ちょっとした買い物とかに使いやすいサイズ感ですよね。はい、フォルクスワーゲンは利便性の良さはね、うん、きっちりと作り込んでますから、本当になんて言うんだろうな、かゆいところに手が届く、大事なものだけはしっかりやっとくみたいな感じで、うん、何か派手さはないけれど、はい、まあ、SUV の機能として、うん、ある程度全てを網羅してるんじゃないか、利便性の部分っていうとね、運転席に座った感じ、広くこのね空間取れますね、うん、足下元、ステアリング周りのこの下とかもね結構広く取れてて、運転のしやすさもあります。なんか窮屈さがないというかね、うん、かなり広々とした感覚で運転ができるんですが、それほど本当は横幅ね大きくないはずなんですよね、うん、内装感どうですか。内装感こうさっきも言ってたように、まあ、質素にコンパクトに、はい、なんか無駄な派手感もなく、だけど必要なものはちゃんと車内に詰め込んでっていう感じですね。そうですね、それほどコストかかってるわけではないとは思うんですけど、でも質感はうまく出してるっていうところさすがですね、まあ、ドイツのね、車の質実貢献、はいはい、しっかりと作り込んでるんだけど、まあでもねすごい高級感というわけではない、まあ、最低限しっかりと作り込んでるっていう形ですよね。ちなみにこちら車両価格が、はい、544万9千円となってますので、まあ、550万の、まあ、SUV の、うん、利便性ですよね。で、まあ、ディーゼル車なのでね、パワーを求めるというよりは本当に燃費とか普段の使い勝手とか家族で乗ってるとか、うん、これはねお母さんも乗りやすいんじゃないかな。そうですね、うん、やっぱり普段外車をね乗るにはちょっとね、うん、お母さん気が引ける時があると思うけど、うんうん、これだったらそんなにね緊張感なく乗れるんじゃないかな。緊張感なく普通にスーパーにお買い物も行けるんじゃないですかね、はい、さあ気軽にですね私も運転すごい緊張感なくこれはできましたね、うん、手軽さあり、そしてね意外とねあのアクセル踏み込まなければお意外と速いって思うところ、要は街中でも使い勝手を非常に良くしてるかなって感じですね。さあ、はい、助手席の方はどうでした。助手席の方普通普通ときたか。確かに普通と思える、はい、海外のコンパクト SUV、はい、コンパクトではないか。でもまあ小柄だよね。小柄ですね、はい、そんなに大きくはない分なんだろう、なんか小回りとかはどうなんですか。その辺がしやすいのかなと思ってちょっと今気になってるんですけど、はい、小回りもしやすかったですよ、はい、ここずっと駐車場の中入ってきてね、止めたいところにスパッと入るみたいな感じで ね、 いいですね、よかったと思います、じゃあちょっと運転をね、はい、変わってみますが、AD 担当できてるキョウちゃんもですねちょっと助手席に乗ってもらおうかなと思うので私がカメラ担当いきます、はいはい、お願いします。さらに助手席の2名がですね、はい、今回は運転、そしてナビのキョウちゃんシートの質感素晴らしい、うん、俺は意外といいところついてるなと思った、うん、結構高級そうに見えるし収まりもいい。そうですね、だけどものすごくお金がかかってるというわけではないと思う、うん、だけどね、利便性もあるし、うまく作ってる、うん、
妙な。はい、さあ、小鳥ちゃんのディーゼル。あ、そうですね、クリーンディーゼル。お疲れさんでした。お疲れ様でした。さあ、いかがでしたか。いや、乗りやすかったです。うん、あの緊張感なくていいね。はい、緊張感なくていい、うん。で、意外と出だしの軽さとかで、小気味いい走りをしてくれるので、うんうんうん、まあそこはディーゼルという感じもさせてくれないし、はい、150馬力しかないんだっていうのも、うん、あのこの辺乗ってる分にはそんな感じないよね、うん。ちょっと高速道路に行くと、うん、こんな感じかって思うけど、うんうん、普段の使いとしては使い勝手がいい、はい、まあ、ね、あの下道走る分にはすごく乗りやすいんじゃないかなって、うん、はい、意外とですね、家族全員で、あ、家族全員でね、はい、使える乗れる車かな、ね、と思います。家族全員の使い勝手の良さ、うんうん、でも DSG というね、うんうん、シフトマチック、はい、シフトチェンジのね、まあ、タイミングの速さは、はい、まあ、意外とスポーティーな味付けをしてるんでね、うんうん、そういった意味ではまあ走りを楽しむという意味でも、はい、そこはね最低限のところは残しているかなという感じですよね、うん、価格帯としては550万、うん、まあ、家族全員で使うには、はい、なんだろうな、最低限、うんうん、全てを網羅しているという形で、はい、ドイツ車フォルクスワーゲンなりのですね、うん、ものを持っているかなという感じはしました、うん、そして内装に関しても、うん、なんて言うんだろうな、ちょっとテーブルに関しては若干ちょっと若干チープさはあったんだけれどもでもね、あのシートとか内装のね、うん、サイドとか手に触れる部分とかの質感はやっぱりしっかりとしたなんか、うんうん、
作り込み感は持っていたんで、意外と、はい、意外と高級感はですね最低限保たせてくれてるかなという感じがしました。はい、はい、以上フォルクスワーゲンのティグワンに乗っていました。速攻インプレこの辺で。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。